天皇杯ジャファ第104回全日本サッカー選手権大会は12日、2回戦を開催し、トヨタスタジアムでは名古屋グランパス、J1 と日本で唯一のサッカー総合専門学校であるジャパンサッカーカレッジ、新潟県代表、北信越リーグ1部が対戦。後半に先制したジャパンサッカーカレッジがそのまま逃げ切り、1対0の完封勝利を収めてジャイアントキリングを達成した。写真 お相手が J1 選手だったと話題に、元アイドルの女優が2ショットで結婚報告。序盤から名古屋がボールを保持して試合を進めるものの、ジャパンサッカーカレッジ守備を崩しきれない。ジャパンサッカーカレッジもゴールに迫る場面を作り出そうとするが、共に得点は生まれないまま前半終了を迎えた。0対0で後半に入ると、6分にジャパンサッカーカレッジが試合を動かす。 右 CK は一度は跳ね返されたものの粘ってボールをつなぐと、最後は右サイドから送られたクロスを FW 上限直樹が押し込んでスコアを1対0とした。1点のビハインドをしょった名古屋は11分、ベンチスタートとなっていた FW 山岸優也、MF 内田拓也、MF 中山勝博 MF 森島司の4枚を一気に投入。 さらに25分には FW パトリックを投入して状況を打開しようと試みる。しかし、最後まで名古屋に得点は生まれず、逃げ切ったジャパンサッカーカレッジが一対例の完封。